越谷市のテレビ広報番組越谷コレクション。今回は特別編として福田明越谷市長が登場。令和6年度越谷市の主要事業についてお話を伺うほか、新しくできたエントランス等を紹介します。越谷コレクション。皆さんこんにちは、リポーターの大野ひろみです。私は今越谷市役所の前に来ています。今日は福田市長に令和6年度越谷市で特に力を入れて実施していく主な事業についてお話を伺います。それでは行ってきます。こんにちは、リポーターの大野です。こんにちは、越谷市長の福田明です。本日は令和6年度の事業についてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。令和6年度も越谷市では市民の皆様により良い行政サービス等をご提供できるように様々な事業を行う予定です。今回はその中でも私が特に重点的に取り組みたい事業を政策の3本柱に沿って説明させていただきます。政策の3本柱というのはどんなものなんでしょうか。それは命と暮らしを守る取り組み、そして子どもが輝く社会、そして最後は越谷の未来を作るというこの3つになります。3本柱の1つ目、命と暮らしを守る取り組み。市民の皆さんにとって安心して暮らせる街を目指し、災害予防対策事業、多文化共生推進センター整備事業に重点を置きます。それぞれの事業について職員が詳しく説明します。大規模な災害が発生したとき、速やかな被災者支援は被災された方の一日も早い日常を取り戻すために重要となります。被災者支援システムは罹災証明の発行や被災者台帳を作成する機能を備え、業務を速やかに行い、迅速な被災者の支援につなげる有効なツールとなります。さらに支援の漏れや同様の申請の回避など被災者の負担を減らすことを可能とします。またこのシステムでは自ら避難することが困難な高齢者や障害者などの避難に配慮を要する方が円滑に避難できるようにする避難行動要支援者支援制度のサポートも行います。越谷市ではこのシステムを導入し、平常時から発災時、応急期、復旧期まで迅速な支援ができるよう取り組んでまいります。近年越谷市の外国籍市民数は増加を続けており、昨年初めて8000人を超えました。一方で外国人市民の中には日本語でのコミュニケーションや日本での生活に慣れていないなど外国人特有の問題に直面される方も多くいらっしゃいます。そこで越谷市では外国人市民からのさまざまな相談に一元的に対応するとともに、日本人との交流を進め本市で安心して生活できるよう仮称多文化共生推進センターを整備します。越谷駅東口の越谷ツインシティ B シティの5階越谷市市民活動支援センターの機能の一つとして追加する予定で、令和6年度中に整備工事を行い令和7年度に開設する予定です。センターでは外国人市民からのさまざまな相談に多言語で対応するとともに、地域日本語教室や交流事業など外国人市民の交流活動の拠点として展開していく予定です。まずは災害予防対策事業ということですが、はい、越谷市は水の町です。水と共に暮らすために災害に強い町となるよう全力で取り組んでまいります。次に多文化共生推進センターは、人口が増えている外国人市民の方々が安心して相談できる場になりそうですね。さまざまな相談に対応できるよう整備を進めてまいります。では続きまして、3本柱の2つ目、子どもが輝く社会に、についてはどのような事業を行っていくのか教えてください。はい、子育て支援事業、子ども医療費の対象年齢拡大、この2つを重点的に取り組んでまいります。こちらにつきましても職員から詳しく説明させていただきます。子ども食堂とは、子どもが一人でも行ける無料または定額の食堂です。コロナ禍により子ども食堂は居場所としての開催が難しくなりましたが、今も
いくつかの団体がお弁当配布や食材の配布など活発に取り組みを続けてくださっています。越谷市ではそうした取り組みを応援するために令和6年度から市内で活動している団体に月2万円までの補助金を交付することにいたしました。活動団体の皆様はぜひ積極的に補助金をご活用ください。ご申請お待ちしております。4月から子ども医療費の対象年齢を高校生のお子さんまで拡大しました。新しい受給者証を3月中旬から発送していますが、皆さんお手元に届きましたか？受給者証の使い方はこれまでと同じです。埼玉県内の病院や薬局などで保険証と一緒に受給者証を提示することで窓口での保険診療分の負担がありません。まあ便利ね。子ども食堂や医療費の対象年齢拡大は市内の子どもたちにとって大きな支えとなりそうですね。活動団体の皆様には積極的に補助金を活用していただければと思います。また新しい受給者証がまだ届いていない方は登録手続きが必要な場合がありますので、子ども福祉課までご連絡ください。では続いて3つ目の柱、越谷の未来をつくる取り組み、こちらについてはいかがでしょうか？まずはシティプロモーション推進事業、そしてふるさと納税推進事業です。突然ですが、越谷市って一言で言うとどんな町ですか？どんな町？都心から意外と近くて川がたくさん流れてて、この間近所で美味しいお菓子屋さん見つけたんですよ。なるほど、はい、こんな風に一言で越谷市って表すとなかなか難しいですよね。広報シティプロモーション課では令和5年度に越谷らしさとは何かを考える市民ワークショップを開催しました。シティプロモーション推進事業ではこのワークショップでのご意見などをもとに越谷ならではの魅力やライフスタイルを皆さんにイメージしていただくためメッセージやロゴを制作し、市民の皆さんによる投票で決定していきます。また PR 動画やパンフレットなども制作します。さらに越谷市の新しい魅力を発信するイベントも開催します。随時お知らせしていきますので、市民の皆さんのご協力よろしくお願いいたします。ふるさと納税の推進にあたって越谷商工会議所や越谷市観光協会などの経済団体をはじめ市内事業者と連携し、本市の魅力ある地元産品を返礼品として開拓するとともに、その魅力を発掘・発信していきます。また、多くの寄付者が利用するポータルサイトなどの戦略的な活用や広告宣伝に取り組み、地域のファン作りを進めていきます。私も1年間、越谷コレクションのリポーターを務めさせていただいて、越谷市の魅力をたくさん知ることができました。この魅力がより多くの方々に届くといいですね。はい、全力で取り組んでまいります。最後に福田市長から市民の皆様へ一言メッセージをお願いいたします。はい、昨今先行きが不透明で将来の予測が困難であるとともに、これまでの常識や価値観が大きく変化している時代にあると言われております。そのような時代において強くしなやかに変化に対応し、越谷市の歴史を紡ぐ者の一人として越谷市をさらに発展させ次世代へ引き継いでいくことこそが私の果たすべき責務であると考えております。引き続き安定的で質の高い行政サービスを市民の皆様に提供することにより、越谷市に住んでいる方には住んでいてよかった町越谷、住み続けたい町越谷、そしてこれから住まいを決める方には住みたい町越谷と感じていただけるよう、市政運営に全身全霊を尽くして取り組む所存でございます。本日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。越谷市役所本庁舎完成エントランス等を紹介。さて皆さん、令和元年から新庁舎建築工事が行われていた越谷市役所なんですが、
3月16日のエントランス棟完成をもって新庁舎がグランドオープンいたしました。やった、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで私も大変ワクワクドキドキしているんですけれども、今日はなんと特別にこちらの出来たてほやほやのエントランス棟を市長自らご案内してくださるということで、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、こちらがですねエントランスホールになります。すごい広い、はい、ガラス張りで明るくて開放感がありますね。こちらはですね業務で、利用していないときにはですね、市民の皆様に、利用していただくことができるようになっておりますので、ぜひですねいろんなイベントなどにですね使っていただきたいというふうに思っています。エントランス棟を入って右側にあるのは多目的ホール、こちらも市民の方々の利用が可能です。わー、すごい広いですね。はい、なんだかこう明るくて伸びやかで気持ちいいですね。はい、開放感ありますよね。こちらはですね市民ラウンジとなっています。奥にはですね、キッズスペースもありますので、市民の方にですね自由に来ていただいてくつろげる憩いの場となるようですね、カフェも、併設しています。今回は特別にお店のおすすめメニューを用意していただきました。こちらあんこギッフェリとホットのカフェラテです。ありがとうございます。こちら、あんこギッフェリ、はい、ギッフェリというのはドイツ語で山頂という意味がありまして、三角の形が山頂に似ていることからギッフェリという名前で、はい、呼んでおります。こちらの、カフェラテ、はい、すごい可愛らしい絵が描いてあって飲むのもったいないなって思っちゃうんですけど、はい、こちらコーヒーのこだわりなど教えてください。はい、コーヒー豆を自家焙煎でオーナーが直々に焼いたお豆を独自にブレンドしてコーヒーを入れさせていただいてます。いただきます。うん、おいしい。なんか私が普段食べているクロワッサンよりもなんだか生地がしっかりしているような気がしますね。おー、本格的なカフェラテですね。コーヒー豆の上質なこの苦味とまろやかさと香りがたまらないです。まさか市役所でこんなに本格的なパンとそしてカフェ、とっても美味しいです。いただけるなんて思いませんでした。びっくりです。皆さんもぜひ越谷の眺望を楽しみながら美味しいコーヒーとパンをいただいてみてください。2階には行政資料コーナーも併設、資料を閲覧できるほか会議の開催案内や結果の確認、パブリックコメントの回答などができます。こちらがですね最上階の3階となっております。すごい眺めですね。橋も見えますね。はい、本当にですねここはですね越谷市の地盤の眺めとなっています。はい、こちらの、大きな会議室なんですけど、普段は職員が研修をしたりですね、会議室で利用しているスペースになりますけれども、災害があった時には、災害対策本部と、防災担当のですね、危機管理室が、迅速かつ効率的に連携が図れるようなスペースとなっています。市民の皆さんの安心安全のために、もしも万が一という時にも素早い対応ができるってことなんですね。はい、そのような施設になっております。新しく生まれ変わった越谷市役所、市民の皆さんにとってより身近で親しみある市役所として、市民の皆さんとともに新しい越谷市を作っていきます。